まあ、平塚さんの質問じゃないんですけど、まあ、同じような質問なんですけど、似たような質問なんですけど、はい、巨人の坂本選手がですね妊娠中絶報道がありまして、ツイッターでもいろんなキーワードが、決断の確定とかいろんなことがありまして、今まで中学生妊娠出産させた人とかたくさん子供を産んだ人とかありますけど、坂本選手も、今回の暴露とか、まあ、そういうツイッターのトレンドで決断の確定とか、まあ、そういうことについてどう思いますでしょうか。いやー、俺その件に関してはテレビが報道しないっていうタイトルの動画をこう見るからよね。あの古舘伊知郎さんとかな、昨日は野村淳さんがやってたかな、ちょっと中身まで全部野村淳さんは見てないんだけど、確かに疑問だよね。あれテレビやらないよね。やっぱり読売巨人の影響なんじゃない、読売新聞だ。週刊誌に書かれたりします。今日はコロナの
みんなが知らない話題だから、でもそれ文集の中に伝えたのがうまいと思うんですけど、あんま野球界はいいのかな。 NHK も隠しましたよね。何よ、そう、2億だと坂本、あと一緒になるのね。野球じゃないで、あの、ショートで6番で、2億だと坂本に参加して、いまだに違いが分からへんね。いや、あの、野球じゃないで、あの、アナウンサーの不倫を隠しましたよ。ああ、まあ、そうかね。不倫は、やっぱり、もう、っていうか、当事者だからね。被害者同士なんでね。いや、でも坂本、もう有名な話じゃないの。俺みたいな変な選手がバイトしたらもういけー
多分阪神の星山の背番号の大阪もやるわけです。いや、それはだって改革する人それぐらいじゃないと、だってそれやったことはそれいかんやろうけど、ちゃんと謝罪してやってる以上。だから坂本選手の話がめっちゃ聞きたい。彼自身が今どう思ってるのか、そういうことをしてしまって今自分どう思ってるのかみたいなことは聞きたいし、その犯罪したわけでもないんだから、だからそれテレビで取り上げて、いろんな角度で取り上げて